っちゃちっちゃい、めっちゃちっちゃいヒラメ釣れた。じゃじゃーん。さっきの子はサイズ的にもちょっと小さかったので、海にリリースしました。ちゃんとね、元気よくパタパタパタってパタパタパタ帰っていったから、大きくなった頃に出会いたいと思います。いやー、あんなにちっちゃいヒラメさんでもこのジグに食ってくるなんてすごいな。しかもすごいサイズ的にはさ、小さいのにめちゃくちゃゴンって当たりがあったから、どんなに大きいんだろうとか思ったけど、いやー楽しかった。なんか今ね、青物とかも回ってきてるみたいだから、ちょっとね、次こそ青物を狙って頑張りたいと思います。ちなみに今釣れたヒラメも同じ、誘い方で着底したら、漂わせるように3回ふわふわってやってました。贅沢にね、近藤さんに写真まで撮ってもらってね、まあ、この動画のね、どこかに写真が入ってるかどうかわかんないですけど、 SNS をぜひチェックしてもらえたらと思います。やっぱね、今日気づいたのはね、思い通りに釣れるとめちゃくちゃ気持ちいい。いや、ゴンって瞬間がね、本当にいい。この嬉しさがみんなに伝わればいいんだけど。雨降ってきた。また打ち上げられてる。あ、来た。あ、から来た。ちょっと待って。ちょっと待ってな。負けない、負けない。くたくた。負ける、負ける。あ、負けない。何？青横に。サルちゃん頑張って。
ま、あんたかな。お、ヒラメだ。え、やったこれ、そげそつじゃない？はがろはがろ、ヒラメ、ヒラメ、ヒラメ、待って待って、測りたい、測りたい。サラちゃん、やったー。ちゃんと40あるよ、42。ヒラメだってすごい砂が、うん、ヒラメ釣りたかったんだもんね、ずっと目標にしててね。そげそつしました。おめでとう。嬉しい。釣れてたルアーがデッドビットで、どこ行った？これ Z ビットの 30g です。いや今日これ大当たりですよ、近藤さん。最高、マジ嬉しい。やったね、写真撮ろっか。はい、はい、ということで泣き止みましたのでエンディングとさせていただきます。悔しいね。悔しい。いや悔しいって言ってるけどねファーストヒット賞でしょ。ヒラメもあの今回そう、ソゲからあれちゃんと測ったらあれ45でした。45あった。しかも200だったからすげえ美味しそうね。いや、よかった。でマゴチも釣ってるでしょ。マゴチもサイズアップ。いや最後化け物だった。あ、化け物ね。あれヒラメのヒレ見えたんでしょ。見えた、ピロンってしてた。うわまあね、ここでねそれ釣り上げちゃってたらもう次の楽しみなくなっちゃうかもしれない。趣味として今回はね逃げてくれたっていうことで。ちなみにそのバラしちゃった時にかかってたのは Z ビット。 Z ビット、やっぱ今日大当たりですよ。 Z ビットキャンディーカラーが、そう、もうなんで使ってる、かわいいカラーどういう意味じゃん。そう、一生懸命ね開発が理屈に理論を重ねてでも手に取った理由はかわいいから。あ、大事。やっぱ釣り人の直感は大事なんですよ。そのね、ルアーに助けられたから次こそは釣り上げたいと思います。近藤さんどうでした6時間半の遠かったけど面白いね。やっぱりここまで来るとこんなにいいフィールドなかなかないからね。まだまだね新潟のサーフは始まったばかりなんでね、こうもしね営業で新潟寄られた際とかはねまた一緒に遊んでもらえたらと思いますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあサラちゃん、はい、じゃあ今日のこの動画がもうめちゃくちゃ羨ましい、楽しそうって思ってもらえたらぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。お願いします。